はい、では、時間になりましたので、Kubernetes CNI 結局どれを使えばいいのかと題しまして、LINE の市原が発表いたします。じゃあもうこのままぬるっと始めていきたいと思います。まずはじめに私の自己紹介ですけど、名前市原博文と申します。LINE のネットワーク開発チームというところで、LINE の、プライベートクラウド基盤のネットワークの開発をしております。まあ、キャリアとしてはネットワークのソフトウェアデベロッパーとして、まあ、いろんなキャリアを歩んできました。まあ、僕のキャリアの多くはオープンサークのニュートロンのコアレビアとか、まあ、その辺で、OS 活動をしましたが、まあ、ここ2年ぐらい、コンテナネットワークをやっていて、まあ、いろんなところで、発表をしてきました。まあ、その中で、まあ、僕の発表っていうのは大体毎回そのディープな話をするんで、大体 IP テーブルズセーブの内容を見て、みんなここ楽しいよね、ウヘヘって言って発表するんですけど、今日は、その毎回発表すると、2、3人ぐらいにはすごい良かったって言われるんですけど、ツイッターで見たらなんかすごいことしてたみたいな感想が多くてですね、今回は一応なんか、ネットワークの初心者の方に分かるような発表にしてきましたので、よろしくお願いします。では先にそのうちの基盤のご紹介をしておきます。LINE のプライベートイヤースプラットフォームとして、オープンスタックを使った、まあ、ベルダという基盤を作っています。まあ、これ VM の、遷移数なんですけど、まあ、徐々に、デブ環境とプロダクション環境が大きくあってですね、まあ、他の、環境も、いろいろあるんですけど、まあ、大きくはこの2つで、まあ、徐々にプロダクションに使われる割合が増えてきたなという感じで、でこれが、まあイヤース基盤で、メインオープンスタックなんですけど、まあ、その上でうちはもうコンテナプラットフォームやってますと。まあ、基本的に、まあ、やはり各社やってるようなカースモデルで、まあ、オープンスタックの上に、VM 立てて、そこの中にランチャーで、Kubernetes 立てて、コンテナを提供するようなモデルになっていますと。まあ、うちの話はここぐらいで、では実際ネットワークコンテナネットワークの話に入っていきたいと思います。まあKubernetes のネットワークというのは CNI というもので定義されていまして、これは CNCA プロジェクトとして管理されていて、ポットにネットワークを提供することを目的としていますと。この時に Kubernetes とやり取りする資源としてはインターフェースのみですと。ただ、ネットワークっていうのはインターフェースだけじゃ通信もちろんできませんよねと。なので CNI が管理するネットワークっていうのは実際にはこんな感じになっていて、この雲の中で、なんかワーカー同士が通信できて、ポット同士が通信できるようにしなければなりませんと。まあ、その説明を、今日はしていきたいと思います。で、実環境を、まあ、模擬することはできないんですけど、まあ、ざっくり、まあ、こんな感じでネットワークつながってますよねと。まあ、ワーカーノードの中に、ネットワークの設定、そもそもネットワークの設定が OS レベルで書いてあって、で、そのワーカー同士は、スイッチでつながっていて、さらにその上位にルーターがいるよね、みたいなモデルで、今からその L2 ネットワークと L3 ネットワークについて、まあ、簡単に、ポットが通信する事例と紹介しながらご紹介していきますと。もう本当に簡単に言うと、この L2 スイッチがつながっている者同士はお互い知っていて通信できます。で、L2 スイッチでつながっていない者同士は基本的には通信できないという、前提を、ざっくりと前提を置いて聞いていってくださいと。で、この時に、まあ、ポットがどうやって通信するかなんですけど、まあ、ポットは、その通信相手のポットのことを知らないといけないんですけど、まあ、それは、Kubernetes が全部知ってます。まあ、これはどんな、そうです、SDN コントローラーでもこの原理でやってるんですけど、基本的には、ポットを、作るコントローラーと SDN、このネットワークを設定するコントローラーっていうのは、まあ、密に、結合していますので、全てのワーカーノード、全てのポットのネットワークの情報というものは全部Kubernetes、または、その Kubernetes が使った CNI のネットワークコントローラー全て知っています。なので、そのポット向けの通信っていうのを作ることはできます。で、例えばですけど、じゃあ、L2 ネットワークの通信って、じゃあどうやるのかなっていうのが、こちらになっていて、もう本当に、もう今回は IP とかも全然書かなくて、もうざっくりとした概念で説明していきますと。例えば、ワーカーノード1にあるポット1っていうのが、ワーカーノード2にあるポット2へ通信したいですと。まあ、通信するときは、パケットと呼ばれるものに、データをくるんで投げるんですけど、まあ、そのときポットから出ます。そのインター、先ほど作っ
CNI のインターフェースから出てきて、でそのワーカーの OS レベルでその処理がされるんですけど、まあ、その時に、先ほど言ったように Kubernetes は、まあ、全てのワーカーとノードの、ワーカーノードと POD の情報を知っているんで、まあ、ここにその POD1 は、ワーカー1にありますよ、あの POD2 はワーカー2にあります、 POD3 は、これルーターって書いてるのはなぜかというと、この L2 スイッチにつながっていないもの同士は知らネットワーク的には知らないんで、POD3 はなんかそのワーカーノード 3A は直接通信できなくてルーターにとりあえず投げますっていう設定がネットワークレベルで書いてありますと。で、まあ、今回は、POD2 なんで、同じ L2 につながってるんで、ここにルールが書かれていて、POD2 にはワーカーに投げます。で実際にその、ルールを通り抜けるとパケットが、L2 スイッチに流れていきますと。でここの時はその POD2 を経由して、あ、違う、ワーカーノード2を経由して POD2 へ、パケットを投げます。でそういう、そのパケットが L2 スイッチを経由してワーカーノード2に入っていって、で、ワーカーノード2でも、POD2 っていうのはワーカーノード2にあります、まあ、自分のところにありますっていうルール書かれているんで、じゃあ自分のところにそのまま、通信通しますということで、ようやく POD2 に通信できますと。まあ、L2 ネットワークは基本的に分かりやすくて、まあ、要するに、ワーカーノードが全部 L2 スイッチでつながっていて、お互いのことを基本的にネットワークレベルで完全に通信できる状態なので、こうやって簡単に通信ができます。ただ、L3 ネットワークを介してしまうと、これがちょっと難しくなります。なぜかというと、まあ、ここに失敗例をご紹介します。例えば、POD1 から POD3 へ通信したいときです。ワーカー1のポット1から、ポット3へ、パケットを投げます。そうすると、まあ、ネットワーク的 L2 的につながってないんで、とりあえず、ポット3へのパケットっていうのはルーターに投げますということで、 OS レベルで、ネットワークのスタック解決してですね、で、まあ、スイッチに流れていって、で、まあ、ルーターを経由してポット3へのパケットがルーターまで到達するんですけど、このルーター自身も、L2 スイッチでつながっているもの同士のことは知ってるんで、ルーターはワーカー1、ワーカー2、ワーカー3へは通信できます。ただ、ワーカー3にいる POD3 は L2 的につながってないですよね。その間に L2 スイッチないんで知らないんですよね。だからルーターはそこで、まあ、この宛先知らない、POD3 どこにいるか分かんないな、落としとこって言ってドロップしてしまいます。で、これをどうやって POD1 から POD3 に通信つなげるかっていうのが、まあ、結構、まあ、スケールの大きい Kubernetes のところ の、 あの、まあ、解決ポイントになっていて、まあ、一つはダイナミックルーティングっていう技術を使う、まあ、要するにルーター、L2 スイッチと違ってルーターっていうのはルーティングをかけます。要するに、どの、宛先はどこへ通信するっていうルールを、ダイナミックにかけるので、まあ、先ほど違って、じゃあこのルーターは POD1 はワーカー1にあります、POD2 はワーカー2にあります、POD3 はワーカー3にありますっていう、あの情報を教えてあげれば、先ほど、POD1 から出た、POD3 へのパケットっていうのは、まあ、ルーター経由して POD3 へパケット投げますって言ってルーターまで来て、でここで、あ、POD3 への通信っていうのはワーカー3だなってルーター分かるんで、ワーカー3を経由して、POD3 へのパケットに変わって通信ができるようになります。で、ワーカーさんは、もちろん自分のところの、ノードにポットさんがあるということを知ってるんで、そのまま通してポットさんまで通信できます。で、このルーティングっていう情報を、例えばポットができるたびにこの情報を書き換えないといけないですね。それをダイナミックに書き換えるんで、まあ、ダイナミックルーティングと言われてて、まあ、この書き換える技術は、まあ、いろんな技術がありますけど、まあ、やろうとも別に手で、ポット作るたびに自分で手でそのルーターにルーティングセットを入れてもいいですし、まあ、例えば BGP とか OSPF とかいろんな、プロトコルがあって、そういったもので、ルーターのルーティング情報を操作します。で、これとはまた別の技術で、トンネリングっていう技術で、L3 の通信を実現するものがあります。で、これっていうのは、先ほど言ったようにその、SDN コントローラー、まあ、Kubernetes 側は全てのワーカーと全ての POD の情報を知っています。なので、実際、POD3 がワーカー3の、POD3 がワーカーノード3の上にいるっていうことは知ってるんですよね。なんで、そのために、トンネルというものを作りますと。ワーカー2へのトンネル、ワーカー3へのトンネルっていうのをワーカー1に作って、まあ、それぞれのワーカーで、それぞれの、ワーカーノード向けにトンネルを作ります。で、このトンネルが何をするかっていうと、
例えばじゃあポット1から先ほどと同じようにポット3へのパケットを投げます。そうすると、先その OS ネットワークレイヤーで、まあ、どういうことが行われるかというと、ワーカーさんを経由してポット1へのパケットを、ルーターを経由してワーカーさんへのパケットにくるんであげますと。で、まあ、これがトンネルの仕事なんですけど、まあ、これをしてやることでじゃあ、ルーターに来たパケットっていうのはそのくるんであって外側を見ているんで、そのルーターを経由してワーカーさんへのパケットっていうふうにしか見えないんですよね、ルーターからすれば。なんでルーター的にはあワーカーさんへのパケットですねって言って普通にワーカーさんへ通信してあげて、で、そのパケットがワーカーさんへたどり着くと、そのくるまれていたパケットをほどいてやってですね、中に入っていたワーカーさんを経由してポットさんへのパケットっていうのを取り出してあげますと。で、その宛先を見ると、まあ、自分のポットさんはワーカーさん、自分のノードなんで、ポットさんへ渡してあげると、まあ、こういうふうにして、トンネリングっていうのは、ルーターを越えて通信できるようになっています。で、これらのネットワークモデルが、まあ、基本的に、Kubernetes でネットワークするときの、まあ、ありがちなモデルになっていると思います。で、まあ、それぞれ、メリットデメリットがあって、まあ、L2 ネットワークっていうのは、まあ、ルーティングの制御不要なんでシンプルです。もう非常に簡単にできるんですけど、まあ、大規模な環境には適用難しいです。無限に広がる L2 ネットワークっていうのは、まあ、もしかしたらできなくはないですけど、なかなか運用面でしんどいんで、まあ、どこの、環境も必ず、ルーターを挟んで通信するように、大規模になると、ルーターを挟んで通信するようになっています。なんで、まあ、小規模だったら L2 ネットワークでいいと思います。で、じゃあ L3 ネットワークダイナミックルーティング方式っていうのは、まあ、大規模、まあ、メリットは大規模な環境に適用できるんですけど、ルーティングの制御コストが高いです。先ほど言ったように、そのルーターにルーティング情報を教えてやるっていうコストが高いです。で、トンネリングの話ですけど、トンネリングはメリットはそのルーティングの制御不要なんでシンプルに、まあ、本当に L2 ネットワークと同じレベルで、まあ、簡単に構築可能なんですけど、先ほどそのパケットをくるんでやるっていう処理がありますよね。あそこでパフォーマンスが低下してしまいますと。でそういうメリットデメリットがあって、まあ、自分たちがそのどういうユースケースで、まあ、どういう規模感でやるかに応じてこれらを選んでやる必要があります。まあ、その他にも、まあ、ネットワークの観点だったら、まあ、ネットワークポリシー、いわゆる、ACL ですね、まあ、このポット間は通信しちゃダメ、通信していいみたいなルールを書いたりとか、あとは、まあ、そもそもネットワークどこにありますかっていうので、普通のネットワークだったらいいですけど、まあ、いろんな会社さんは VM の上で、ポットとかを提供してるので、まあ、それここは例えばオープンスタックの上でワーカー VM が動いてそこの上で CNI 構築するんだったら、じゃあそのオープンスタックが提供するニュートロンの仮想ネットワークの上にさらに CNI のネットワーク作らないといけないですよねとか、まあ、それが、例えば GCP とか AWS の VM 使って、Kubernetes をデプロイしている人もたくさんいると思いますけど、そういった人たちも、AWS のネットワーク、GCP のネットワークを考えた CNI を構築しないといけないですと。で、ここから、いくつか CNI の有名どころを見ていきたいと思います。まあ、フランネル、まあ、基本的にここで紹介するの全部、OSS と公開、OSS として公開されているものをフューチャーしています。フランネル一番有名な、プロジェクトですと。まあ、シンプルで、IPIP と VXLAN といった、トンネリング技術を主に使って通信します。で、これ SD とかの外部 DB 不要で本当に簡単にデプロイできることがメリットで、多くのユーザーがいるんですけど、まあ、そのコミット、GitHub から取ってきたコミットの件数を見てるんですけども、明らかに開発が進んでいないみたいな、まあ、まだ確か0、バージョン 0.11 とかですけど、まあもう、で普通にシンプルな構成でこれでも動くんで、まあ、みんな困ってないのかなこの状態でと思いながらも、まあ、今後の発展どうかなっていう感じがします。あとネットワークポリシー対応してません。でシリウムは最近出てきた、EBPF っていう高速ネットワークパケット処理を使ったモデルで、まあ、カーネルのネットワークスタックを使うよりも、高速な、ネットワーク提供してくれます。あとは、ダイナミックルーティングモデルとトンネリングモデル両方に対応していて、で、L2 ネットワーク、あと IPVLAN 最近出て、それも対応していて、まあ、ネットワークポリシーとか、あとは L7 ネットワークポリシーとか、あとエンボイ連携とか、なんかすごいやたら機能がモリモリに入っていてですね、しかもこのグラフを見るとめちゃめちゃ開発進んでますと。ただ、めちゃめちゃバグってます。はい。で、次、カリコですと。カリコは、
まあ、安定してコミット数もありますし、かなり有名なプロジェクトで、まあ、大規模なユーザー多分カリコ使ってるんじゃないかなと思います。で、まあ、シンプルに、まあ、例えば BGP でやっぱり、シンプルにやるのが有名ですけど、 IPIP で、L3 ネットワークトンネリングを対応しています。またネットワークポリシーに対応しているのが大きくて、このカリコを使って例えば、GKE とか、Azure は確か今度対応するんだったかな。で、Amazon も確かカリコでネットワークポリシーができたような気がします。まあ、いろんなところに対応していて、で最近ですけど XDP、 先ほど使った EPP を使った高速化で、ドス攻撃対策っていう実装も入りました。で、ここからはなんか、まあ、まあ、OSS、純粋な OSS というよりも、なんか、ベンダーのサポートがあるような、モデルも紹介したくて、紹介していきます。コンティブは、まあ、シスコがホストしている、OSS の、まあ、CNI で、VXLAN のトンネリングとか、あと DPDK を使ったネットワークのパケット処理とか、に対応していて、で、まあ、特徴としては、まあ、まあ、シスコのサポートがあるのと、あとは、ポットに対して複数のインターフェースを、ちゃんと、対応しているのは多分コンティブだけなんじゃ、あとはマルタスを使えばなんとかなるという説はありますけど、まあ、コンティブはなんかちゃんと対応している感じがありますね、そこに。で、タングステンファブリックはこれジュニパーがホストしているもので、まあ、最近そのオープンコントレールという名前からタングステンファブリックに変わって、もっとオープンガバナンスでやるよって、言ってたんですけど、まあ、コミット数トップは相変わらずジュニパーで、あのその下のランキングとか見ていってもやっぱりジュニパーの人しかコミットしてないんじゃないか疑惑がありますけど、まあ、一応、オープンな、ガバナンスで運用されています。で、これはなんか、今結構違う MPBGP 使って L3 ネットワークトンネルを実現するってなんかちょっと難しいんですけど、まあ、ダイナミックルーティングじゃなくて基本的にはトンネリングでポッドカーの通信やってますと。あとは、ロードバランス、ECMP のロードバランス対応したりとか、あと特徴的なのは、アイソレーティッドネットワークネームスペースサポートって言って、Kubernetes ネットワークスペース、Kubernetes のネームスペースに応じて、POD の、アイソレ、ネットワークのアイソレートをしてくれます。まあ、これなかなか、CNI でないんで珍しい機能ですね。で、なんとなくみんなが好きそうな比較表を作ってみましたっていうので、まあ、機能があったりなかったりで、まあ、いろんなユースケースに応じて、まあ、これらの、CNI を使い分けてもらえばいいと思うんですけど、まあ、一つ、気になっている僕が気になってたこととして、性能面ってどうなのかなっていうのを思っていて、CDM が、台頭してきて XDP 早いよって言ってるんで、どれぐらい早いのかずっと気になってたんで、これを機に測ってみましたっていう。で、時間なくて、コンティブとタングステンファブリックが、比較できなかったんですけど、とりあえずフランネルの VXLAN とカリコの、まあ純ピュアな L3 のルーティングとシリウムの IPVLAN だけは比較しました。線は、25GBps しかなくて、100GBps 発注したんですけど、届いたのは昨日届きました。なんで、まあ、またどこかで 100GB の、話はしようかと思います。で、 25GB 一応これ、ほぼ、ベアマシン間だと、ほぼワイヤーレート出ます。で、それに対して性能比較ですけど、まあ、こんな感じになりましたと。まあ、IPERF3 でやってるんですけど、まあ、TCP ストリームを1コアにするか3コアにするかで、まあ、結構性能が違って、まあ、どれを見ても、まあ、やっぱりシリウムっていうのは早いんだなっていうのがあって、まあ、カリコは普通のピュアなルーティングでやってるんで、まあ、早いかと思うんですけど、まあ、やっぱり前段に、IP テーブルとかを挟んでいるんで、まあ、その分だけ若干遅いのかなっていう印象を受けました。その代わりシリウムでネットワークポリシーをオンにすると、だいたいカリコと同じぐらいの性能になってしまうということが分かりました。まあ、これ 25GBps で比較してますけど、多分、10GBps が、今まだメインラインだと思うんで、まあ、10GBps だったら、まあ、そこまで性能差ないんじゃないかなと思います。あと、補足ですけど VXLAN 当然、オフロードオンにしニックのオフロードオンにしてます、まあ、これないと全然 VXLAN 性能出ないんで、はい。で、まあ、整理しますと、結局どれを使えばいいのかと、ご説明した内容から、まあ、自分たちのサービス要件とか環境要件とか性能要件照らし合わせてユースケースに元に選んでください。あとは、まあ、ちゃんと OSS で出てるものはその OSS のガバナンスとかコミュニティの活性とかちゃんと見ましょうと。あとは、まあ、サポートの有無も大きいですよねっていうので、私の発表を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。